夏フェスにもたくさん参加してらっしゃって、終わった瞬間に雨が降ることが多かったって、うん、日本を代表する晴れバンドかって、うん、よく言われますね。あ、僕らが演奏して、次のバンドが演奏始まった途端に土砂降りになるとか、だから多分俺たちが雨乞いをしてるんじゃないかという説もある。そうだね、説もある、うん、だって今日だってもう今11月ですけど20度を超えてすごい暖かかったじゃないですか、うん、今日もあのおいうんぼぼ聞きながらあのカレー食べてたんですよ。お、いいね、はい、うん、でちょっと3畳分ぐらいの中庭があるカレー屋さんで、うん、で暖かいから外で食べてたら僕蚊に刺されましたもん、うん、あとちっちゃいアリが動いてて、え、しかも朝顔が咲いてたんですよ、その中庭で、でお店の方が夏咲かなかったのに今年は猛暑で、うん、今咲いたんですよっていう話をさっきしてきたんですけど、魔法です、うん、これはクロマニヨンズの魔法です。魔法ですか、はい、そうです、ロックンロールには魔法があるんです。あるんですか、はい、でロックという言葉が出ましたけど、うん、マーシーさんが、うん、あの移動中は、うん、あの車の中では選曲をされて移動してるって聞いたんですけど、そうです、僕たち自分の車でよくライブ会場まで移動するんですけど、はい、その時にあの BGM 何にもないと寂しいんで、TBS が入るところは TBS 聞いてるんですけど、入らないところもあるじゃないですか、そうですね、そういうところは僕が誰にも頼まれないのに勝手に作った編集した CDR を爆音でかけるんです。あ、何かアルバムをかけるんじゃなくて編集した CDR を、僕が家でせこせこ編集するんです。どんな曲なんですか。ね、大体ね、はい、70年代の日本の歌謡曲。え、そうなんですか。うん、岩崎宏美とか高田瑞恵とか、はい、山口百恵とかを、もうこれしかないだろうっていう曲を僕がこう曲の並びも考えて、この曲のもう鮮やかな場面の次にはこのロックンロールウィードだろこの野郎みたいな並び考えて、それをものすごいでかい音で聞きながら行く。もうなんかストーンズとかセックスピストルズとかかなと思ったんですけど、うん、違います。70年代歌謡曲。そして僕が一番好きなのは高田瑞恵のビードロ恋細工です。出た、かかりましたよこの課金でも。嘘、今シーズンはかかってないですけど、かかりました。かかりましたか。はい、やはり、名曲ですよ、ね。というか僕は初めてその今否定しました、ね、すみません、じゃなくてあのなんか変な流れで入ってきたので、思わずどうしてこの曲をかけるのって聞いた覚えがあるんです。だから覚えてるんです、うん、あとね、はい、僕課金聞いててね、はい、ああと思ったのは、デーモン小暮さんが出てた時に、今デーモン閣下ですけど、はい、岩崎宏美さんの思い出の木の下でっていう、ちょっとマイナーな曲なんだけど、僕ものすごく岩崎宏美さんの中ではこの曲が一番だろうっていう曲を、閣下も同じ理由を言ってかけてました。どんな理由でしたっけ。いやだからこの岩崎宏美さんはね、名曲いっぱいあるけど、ベストになんか、もうベストに はまる、はい、避けられちゃうような曲なんだけど、この曲が僕が一番好きなんだってカッカが言ってかけての思い出の木の下でっていう、それは僕にとっても岩崎宏美さんのベストトラックです。今日カッカあの8台にいらっしゃるんで、あ、そうですか、ちょっとその話してみようかな。よろしくお伝えします。はい、はい、あ、そうなんだ、意外ですね。あの70年代歌謡曲から今みたいな話が出てくると意外だったんですけども、はい、ちなみにあの河本さんはその選曲はされないんですか。いや、あのね、はい、あの移動ツアーの移動なんでね、寝たい人もいるじゃないですか。確かに、はい、でもね、なんかせっかく作ってきてるのにさ、はい、寝てるのもまあかわいそうじゃない、はい、だから一曲終わるごとにいいね、最高だねってこう言ってあげるためにね、みんな頑張って起きてんだよ。ごめんなさい。やっぱりそれ社長だからそういうことじゃなくて、社長じゃないから、この人が社長だったら会社潰れるから。なるほど。じゃあもうあの河本さんが選曲はしない、でも全部、ま、マシーさんにお任せしてるという。そうだよ、はあ、そうだよ、みんな仕方なくもう本当に大変なんです、ですって、はい、頑張ります。